今回は、警備東大2021年の問題を説明します。容器を水素 1.5 モル、アルゴン 1.2 モルで満たしたと。その後、容器内の混合気体の圧力を 2.7×16 kPa、温度を 527°C保ったと。こういう状態1と。この時に水素は吸収されてなかった。その後、温度を 527°C に保ちながら徐々に圧縮すると、アル体積になって水素ということが始まった。これ2番。その後、さらに圧縮すると、混合気体の圧力は 2.20×16 kPa になったと。これが3番の状態。1の時、混合気体の体積は何リットルかということですけど、これは PV イコール MRT でいきますが、ね、PV イコール MRT で、この P を求めるな、ちょっと P って言えば V を求めるな。で、P はね、2.7×10^5 だな。2.7×10^5 と。で、M はね、これ混合気体が数なのな。2.7 モルか。で、R は野菜やな。8300。温度は 273 プラス、527ってな。800か。で、これでね、V 出すとね、V はね、66リッターになります。ね。これで大きいようですね。次、2の時の圧力は何パーカスカルかと。これは、そのままちょっと圧縮していくんだな。圧縮していったら、水素の KP。KP はね、これ、2.0×10^5 になると。で、この固体は KP から省きますので、水素の分圧が、KP になるな。KP、水素。で、最初は水素の分圧が小さいんだけど、圧縮していったら、そのうちに KPA と同じになるな。同じになって、で、それから、急増が始まるということやけど、今、この状態ね、2×10^5 の状態が、これが、水素。水素は今な、これが、1.5 モルあるということだから、で、合計ね、2.7 モルが、これ、2.0×10^5 やったら、1.5 モルと。で、それはどういうか、全部2.7モルなのでね、アルゴンが 1.、これ、P と言ったら、P は、これは 3.6?×10^5 になってるな。なってる。この、ちょうど、急増が始まる KP はもうこれ、×10^5だから、その時に、水素が 1.5 もらって、で、アルゴンも 1.2 もらうからな。圧力は、だいたい、3.6 になってるということです。で、同じ体積の温度で、容器に入れる水素、アルゴンの電子数を 1.3 番全物質量に対する水素の物質量に X を変えて圧力を測定したと。関係具合をかけと。ね。これはね、ちょっとなんかやっとしてですね。本番は選択肢の問題なんですけど、この X が0で、X のモル分が1やと。ね。で、今、圧力やねんけど、この、最初、X のモル分率が小さい時、アルゴンばっかりの時やったら、これ圧縮しても、ね、水素とアルゴンの全物質量を言ってみたら、水素の物質量を変え、同じ体積で、同じ温度で容器に入れるんだから、これ圧力同じなんだ、ポピーな。同じなんだけど、あるところでね、こう、水素の割合を増やしていったら、ほんなら、早く、あれですよね、この、水素の分圧が大きくなって、KP に達するな。で、こう、KP に達したら、ここは全部が全部、
P がなくなるわけではなくて、ある量吸収されるな、ある量吸収されて、で、その、容器の中には水素が残ってるな、水素。で、その水素が、2×10 の5乗パスカルを示していると。で、X っていうのは水素の、割合が多ければ多いほどこう下がっていくる。だからこんなグラフになります。A は R の時、X は何ものの水素を吸収したかと。これ、3番の時な。3番の時というのは、2.20×10 の5乗パスカルになった時な、電圧が。電圧がね、2.20×10 の5乗パスカルということは、これ、気候なんだな。水素の分圧は 2.0×10 の5乗。これ、水素の分圧で、ね、こちら電圧や。P から、2.0×10⁴ パスカル。これが、アルゴンの分圧か。な、アルゴンの分圧がこうなるんだけど、アルゴンの分圧がこうなるということは、アルゴンのモルは、何倍だったかな。1.2モルの時には、2.0×10⁴パスカルになっているということは、ね、今、水素は 2×10 の5乗パスカルだから、どれだけ存在しているかというと、これは、X が多いから、X は 0.12モル だけ、これは、気体になっているみたいな、水素の分圧をこんだけ示していると。ね、で、これを引いたというのは、現在から。1.5 から0.12と 1.38モル。でこの、1.38モルが、急増したあの X に中に入っていった水素のモルということになります。今、求めるというのは何モル水素が急増したかということから 1.38、1.4モルかということになっているようです。